どうも、アイチーです。今回はですね、あるサービスの紹介をさせてください。まあ言ってしまえば告知なんですけど、よかったら最後までお付き合いいただけたらと思います。早速ですね、紹介させていただこうと思うんですが、そのサービスがこちら。イケボが囁く中学歴史というサービスでございます。以前動画の方で、この子たちの名前をね、募集させてもらったんですよ。で、その説はね、本当に皆さんありがとうございました。で、無事皆さんから、いただいた名前、多分下の名前を使わせてもらったのかな？名前を使わせてもらって、北条かけるくんと、西園寺龍くんと、小野さくらさんっていう名前が決まりました。このサービスが何かっていうと、で、この子たちがですね、実際に中学歴史の一問一答、だから問題を出して答えを言ってくれるっていう一問一答を耳で聞いて勉強するっていうサービスが始まったんです。まあ、実際、いきなりそんなこと言われてもね、イメージが湧きにくいと思うので、ちょっとだけなんですが、実際にちょっと聞いてみてください。こちらです。じゃあ、1560年、織田信長が今川義元を倒した戦いを、なんて言う？答えはね、桶狭間の戦い。はい、という感じでございます。まあ、ちょっとね、イメージをつかんでいただけたら嬉しいんですが、まあ、問題を言ってくれて、答えを言ってくれる。まあ、そのセットでどんどん一問一答が繰り返されていくっていう、サービスになります。今は男性のみの、をね、聞いてもらったんですけど、実際はその小野さくらさんの女性の声のバージョンもありますので、女性のね、に出してもらった方がテンション上がれよ、やる気上がれよっていう方は、ぜひね、そっちでも大丈夫ですので。まあ、もし自分が学生だったら、まあ、絶対小野さくらさん買うけどね。こんな感じでね、今紹介をしてきましたけど、もしかしたら、待てと、お前は何にも携わってるんだと、ね、疑問に思う方もいるかもしれません。自分は声優でももちろんないですし、そもそもイケボでもないので、ね、声で何もできないわけですよ。じゃあ何かっていうと、今回のこの中学歴史一問一答の問題を作らせていただきました。ご存知の方もいるかもしれませんが、自分の専門は歴史ではなくて数学なんですね。ただ、中学の歴史は勉強動画全部撮って投稿してるので、問題を作ることはそこまで不安はなかったんですけど、ただ、板書をすることができない、つまり文字を使うことができないので、普通に動画で問題を出すのと、その音だけ、声だけで問題を出すっていうのは同じではやっぱりダメなんですよね。で、そこの違いにすごい苦労をしました。で、今配信してるサービスの形が、まあベストだとは思ってないです。もっともっといい形があると思いますし、皆さんにとってこういうところが不満だったり、こういうところがいいよって思ってもらったりと、いろいろ意見は出てくるとは思うんですが、まあ自分だけじゃなくて、これに携わってる、いろんなプロの方が今回携わってるサービスですので、みんながもっともっといいサービスにしていこうっていう向上心の塊みたいな人たちが集まってるものです。なので、これからね、今現段階では皆さんにとってもしかしたら魅力的に映らないかもしれませんが、それでも、どんどんいいものにして、いろんな方にとってね、プラスになるサービスにしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、最後にですね、今この段階でもうある程度問題はね、配信してるんですけど、これから、12月までをめどに、中学校の歴史全部が配信が終わるっていうスケジュールになっております。なので、今の段階でもしかしたらみんなが勉強したいと思っているところがまだないかもしれないんですが、それはちょっとお待ちください。それと、あとは公式のホームページとか公式のツイッターもあります。で、それを動画のこの概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。このサービスは今月生まれたばっかりのまだ本当に赤ちゃんみたいなサービスです。だからみんなにとってはね、本当至らない点がまだまだあるかもしれないですけど、自分も含めてみんなで必ずもっといいものに、どんどんいいものにしていきますので、よかったら一回ね、ホームページの方とかからチェックしてみてください。それじゃあ自分も含めてですけど、このサービスどうぞよろしくお願いします。